はあ、スミのやつ、わかりやすくへこんでるわね。ヒナタに怒られたのか相当こたえたみたい。わし、スミってば向こうじゃ優等生で取ってますからね。そりゃきついっしょ。スミちゃん、その元気出して。大丈夫？ぼたもち食べる？はい、いただきます。そこは私の胸なんだけど。おいおいスミ、そこは東郷さんのぼたもちだぞ。けしからんなあ、まったく。あちゃあ、こりゃ重症ね。ワッシーはリトルワッシーの頃からメンタルがお豆腐みたいなんだよ。その子さん、東郷さんとスミちゃんには遠慮なしですね。どうにかしてスミちゃんを元気づけてあげないと。お願いします、ユーナ先輩。ユーナさん、私からもお願いします。スミ、私を元気づけるためにああなったんだし。うん、スミちゃんたちに元気になってもらうのは未来の東郷さんのためにもなるからね。ユーナちゃん、ありがとう。私も微力ながらお手伝いするね。私も手伝わせてください。お、なんだか勇者部らしくなってきたわね。もちろん私もかませろ。何よイツキ、皆まで言わすな。私も手伝うに決まってんでしょ。うん、ありがとうカリンさん。結局皆まで言っとるがな。イツキったらカリンの扱い本当うまくなったわね。勇者部五箇条、なせば大抵なんとかなるですね。うむ、したらばスミを元気づけよう大作戦をここに発動する。ああ、思いっきり聞こえてるんだけど、今さら言えない空気だわ。さて、久しぶりの勇者部活動、スミを元気づけよう大作戦なわけだが、何をどうすればいいんですかね。そこなのよね。いきなり手詰まり？もう、しっかりしなさいよね。ここは思い切って本人に聞いてみましょう。スミちゃん、どうすれば元気出る？私そのもう大丈夫ですから。東郷先輩、スミちゃんが自分自身だからってぶっちゃけすぎですよ。どうすんのよ、フーのグダグダ大作戦。本人はもう大丈夫だって言ってるけど。バカモン、発動したからには今さら後に引けないのである。かつての帝国陸海軍みたいですね。嫌いじゃないですけど。スミちゃんもソノコちゃんもピンちゃんもやっぱり知らない場所に来ちゃって心細いんじゃないかな。とはいえこの近くにはイネスもないですし、今は行けるところも限られてますよね。温泉とか行ければリフレッシュできそうなんだけどな。土地を解放するには手順が必要ですので、無理に戦って解放してもすぐ取り戻されてしまいますよ。203高地みたいなものですね。一昼夜28センチ砲で援護射撃を続けなければ。どこにあんのよそんな大砲。そこまでする必要はないと思いますが、無理な解放は持っても1日くらいでしょうか。1日、あっ、それならニューナちゃん、東郷さんちょっといい？耳にユーナちゃんの息がくすぐったい。なんだこれ、けしからんな。けしからんですね。そういうことじゃないでしょ。ちょっとユーナ、あたしたちにも教えなさいよ。あ、スミちゃんたちにはまだ内緒だよ。あ、はい。こにょ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 、ふんふん、なるほど、ユーナにしては粋なアイディアね。
ワッシーだけじゃなくて私たちにも内緒なんだ。なんかめっちゃ気になるんですけど。来た来た、完成型勇者様につられて細かい奴らがわらわらと。にしたってちょっと数多くない？カリン、あんた煮干しの香り漂わせすぎ。うわ、煮干しじゃなくて私の闘志に誘われて出てきたのよ。ここで強引にでも勝っちゃえばスミちゃんたちにおすすめの場所が一時的に解放されるの。そんな私たちのためにそんな危険を犯さなくても。スミちゃんたちのためだから危険を犯す価値があるんだよ。みつき、立派なセリフを言うようになって。もう一回言って、録音するから。あなたたちも戦闘に慣れてもらういい機会だから。大丈夫、ひなたさんの許可も得ているわ。そうなんすか。うわー、わしー先輩たち相変わらずかっこいいよ。園子ちゃんや銀の戦装束も懐かしいわ。スミとは似てるようで全然違うわ。マジパネっす。ちょっと、私の格好にも触れなさいよ。なんだか銀が使っている武器に似てますね。そうかしら。刀と大斧じゃ似ても似つかないと思うけど。そういえばミノさんとカリン先輩、どことなく雰囲気も似てるような。まさか姉妹。ユアマイシスター。なわけないでしょ。カリンちゃん、もうそれくらいに。戦闘なのよ。はい。なんか東郷が怖いんですけど。よし、スミたちも入れたら東郷勇者部隊ってところね。みんな準備はいい？はい。でもできれば連合勇者部隊がいいです。響き的に。連合勇者部隊、素晴らしい響きです。戦いになるとこの二人はすぐ意気投合するね。またこの人数の勇者たちと戦える。腕が鳴るな。頑張ろうね、ワッシー、ミノさん。え、そのっち。それじゃあみんな、いっくよ。おー、なあ、あたしのセリフ。もうかなりの数を倒したね。でも、まだバーテックスが現れていない。それを倒さないと、ここは解放されないわ。大丈夫。ねね、カリン、あれ言って、あれ。あれ言うの？いやよ、かませっぽくて。お願いします、カリンさん。たく、しょうがないわね。一回だけなんだからね。ヒュー、イツキが相手だとほんとちょろいんだから。一体何が始まるんです？第三次じゃなかった、フラグってやつだよ。フラグって、あの、やったか。うおー、出てきた。すっげー。カリンさん、すごい能力をお持ちなんですね。いいな、今度私もやってみたい。まあ、ざっとこんなもんよ。お疲れ様です、カリンさん。じゃあ、頑張ってやっつけちゃおう。待って、ユーナちゃん、なんだか大きさが微妙なような。本当だ、微妙にちっちゃいね。おそらく要のバーテックスは別にいる。ちょっとカリン、しっかりやってよね。私は関係ないでしょうが。このバーテックスを倒せばきっと要が出てきますよ。いつきちゃんの言う通りだよ。まずは確実にこのバーテックスを倒そう。あ、そしたら次のフラグは私に立てさせてください。やっぱその子がいるとなんか緩いわね。これがそのっちの良さなんです。なるほどね、
そうやってみんなの緊張をほぐそうってわけか。さすがリーダーね。そういうことですよ。行きましょう、フルさん。おうよ。出た、大きいバーテックス。あれ、まだやったかって言ってないのに。あれを倒せばユーナさんおすすめの場所が解放されるんですね。そうだよ、いつきちゃん、頑張ろうね。はい。そういえば一体どんな場所が解放されるんだろう。まだ聞いてなかったわね。ふふん、それは倒してからのお楽しみ。ふーって趣味悪いわね。教えてあげたっていいじゃん。ダメですよ、カリンさん。勇者部で内緒にしようって決めたじゃないですか。そうだったわね。気になるな。気になりすぎて攻撃の手元が狂ったらどうするんですか。無双なこと言う子ね。気をつけて戦っておくれよ。ミノさんの冗談ですよ。みんなで力を合わせて戦えばすぐわかるよ。きっと気に入ってもらえるはず。ユーナさんたちが私たちのために戦ってくれる。だから私たちも全力で行きます。うん、お願いね、スミちゃん。でもあまり肩に力入れずにね。あ、はい。よし、最後にもう一頑張りよ。あの子たちのために全手法で粉みじんにしてあげるわ。言ってる自分が一番力入ってるじゃないの。やっぱりワッシー先輩もワッシーなんだね。気になるけど、皆さん気合十分みたいなんで、私も一丁暴れてやりますよ。連合勇者部隊出撃。目標は前方の巨大バーテックス。これを撃滅せんとす。了解です。皆さん頑張りましょう。おお、だから私のセリフ。まあ勇ましい月が見れたからよしとするか。行くぞ。何も見えん。一体何ですか。私たちだけ目隠しされて。すやあ、その子なんか暗いのをいいことに寝ちゃってるっぽいし。寝るのは予想外だったわ。心配しないで、こうしないとネタバレになるから。私たちが手を引いて連れてくから大丈夫だよ。ユーナさん、服も浴衣に着替えさせられて一体どこに。ごめんね、スミちゃん、もうちょっとの辛抱だから。あ、見えてきたわ。わー、すごい、すごいですね、ユーナさん。でしょ。ええ、あー、もうめっちゃ気になる。おにゃ、目が覚めたのに真っ暗。歩きながら寝てたんかい。さすが私。それじゃ目隠し取りますね。わあ、おいしょ、すごい、ホタルだ。ホタルの光、窓の雪ってか。これがユーナさんの見せたかった場所っすか。うん、勇者部でよくゴミ拾いしに来る河原なんだけど、前にホタルが飛んでるの見たことあったから。ありがとうございます、ユーナさん。皆さん、とっても綺麗。どういたしまして。元気出た。はい。おーい、スミ、こっちにもっといっぱいホタルいるぞ。わっしー、早く早く。ほら、二人が呼んでるよ。はい、行ってきます。